2023年の紅葉は東日本や西日本で徐々に見頃のエリアが拡大しています。北海道では紅葉シーズンの終盤となりました。高温の影響で葉の色づきが遅れている東北と北陸では、これから見頃を迎える多くの名所で平年並みか平年より遅い見頃となる予想です。関東以西ではこれから色づく多くの名所で見頃は平年並みとなると見ています。東京高尾山では11月中旬に、京都嵐山では11月下旬に見頃を迎える予想です。北海道は市街地でも紅葉のピークを迎えていて、シーズン終盤となっています。今週は季節外れの暖かい空気が流れ込み、葉の色づきが足踏みするところがある予想です。11月中旬までに見頃を迎える東北や北陸では平年並みか平年より遅い見頃になるところが多いと見ています。ただ3連休が明けると寒気が流れ込みやすくなるため、色づきが一気に進む可能性があります。今後も関東より西の地域は太平洋側を中心に晴れる日が多くなる予想です。朝晩を中心に放射冷却が効きやすくなるため、葉の色づきに必要な気温低下が見込めます。これから色づきが本格化する多くの名所では平年並みの見ごろを迎えると見ています。またこの先も日差しや適度な雨、気温低下が十分に見込めるため、色づき鮮やかな紅葉が期待できそうです。ウェザーニュースのアプリで全国の紅葉の名所の見ごろを確認することができます。今後ともお役立てください。